はい、どうも A です。今回ですね、5月4日の二次更新見ていきたいと思います。まあ、バッとブンデスが始まったということで、ミックスリーグは同時に開始するかと思ったんですけど、まあ、ミックスリーグは、後日入ってくるということで、クリスチャーノ・ロナウドが発表出たんで、そこは楽しみにしてたんですけど、その日にちはずれてるということになります。まあ、早速ですね、二次更新見ていきたいと思います。まずデイリーログインはやってくださいということで、あとまあカップ戦とかもあと今来てるんで、その辺もやっていただいたらいいかなと思います。その辺もまた見ていきたいと思いますね、この後で。サネが来ましたということで、スキルムーブ5、逆足4となってます。まあ、CL ですね、ニアにえげつないシュート決めてましたけど、 RM、RW、LM できます。でペース96、シュート92、パス91のドリブル94と、で守備はちょっとヘディング以外はまあ低めで、スタミナ90のフィジカル82となってます。プレースタイルが強襲と、鋭いパスで規格持ってますね。トリックアウト、迅速と俊速、テクニカルというふうになってます。まあ、迅速よりはなんか華麗な身のこなしとかテクニカルとかあと俊速の方が嬉しかったかなと思いますけど、まあ、50万って考えるとどうなんだろうな。特徴的になんか他にもいそうだなっていう感じはいるんで、なんかスパサブ、どうなる、ちょっと使ってみないと分かんないですけど、あまり自分としてはしっくりきてないかなって感じですね。なんかスルーでもトリッカープラスがどこまで使用感上がってるのかなっていうのは気になるぐらいで、まああとはまあこの辺持ってるのもありがたいけど、アルバレスでいいんじゃないかなとか思ったりもしますね。はい、一旦様子見にしようかなと思います、自分は。で、マテウスが来ましたね。マテウス自体は自分は一応 Y の時当てたんですけど、そこまで使用感は僕は好きじゃなくて、Y の当てた時からもうほぼベンチ外でした。まあサイバーで使うのが一番使用感良かったですかね、プレースタイル的にも。なんかパス系やっぱ持ってないので、中盤使った時にそのパスの選択がなかなかできないっていうのが気になったかなと思います。自分はまあスルーですね。まあ、持ってるっていうのもありますけど、持ってなくてもスルーかなって感じですね。で847復活してて、847は多分また明日切り替わる感じになってます。で81ピックでデイリーがまた復活してて、で TOTS チャレンジですね。あとブンデスの、 2名パックが来てるっていう形になります。はい、で、あとはですね、目標かな、目標が、まあ、サビッチはちょっと前から来てたやつですね。はい、サウジにメイデル7勝か、スルーパスルバーシとか10試合プレーというふうになってます。はい、で、これが多分ブンデスの選手ですね。的確、的高、高精度はありがたいな。また単純能力はちょっと弱いかなって感じはしますね。まあ、目標選手だなって気はするけど、デイリーログインと毎日プレーと毎日プレーの制覇での、ね、TOTS 確定パックもらえる風になってるんで、これは毎日プレーはした方がいいと思います。で、ブンデスリーガーの、カップ戦かな、でキム・ミンジェとドイス・ゲッツェがもらえるって感じですね。6勝と10ゴールかな。で最終81、2名パックと TOTS 確定パックももらえますと。はい、でそんな感じですね。はい、いう風になってます。で新エボが来たということで、新エボがなんかもうちょっと初日なんで激しめなく来るかなと思ったんですけど、思ったよりも、そんなにでかいやつじゃなくて、TOTS チャンピオンですね、チャンピオン報酬の選手ができるということになってます。まあ条件はそこまできつくはないんですけど、
ペース98のレート93、ドリブル96と、だから結構93以内なら、幅広くできるエボになってますね。まあその辺も踏まえて TOTS は選択した方がいいかなと思います、チャンピオンは。はい、ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたね。一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を、まあ、運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあこれ、まあざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあこういうのを上げてますよっていう感じのです。まあその日各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあこれ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっと サーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通知オンにして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのもやってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。